筋トレ初心者ですが、仕事が多忙で1週間に2回、2日1時間ずつしかジムに通えません。私は168センチ60キロですが、75キロ目標です。この短期間で時短可能な種目など、目標達成に必要なアドバイスをお願いいたします。これはね、2日で1時間トレーニングできれば、これは効果あるというか、これはもう要するに1時間しかないんであるから、インターバルを短くする方法でやっていくと。で、ドロップセットとかね、レストポーズ法とか、そういったテクニックを取り入れていくと。たださっきも言ったように、トレーニング法というのはある程度期間出すと変えるのがおすすめなので、まあ、テクニックを使わないからかかわらず、ある程度の期間経つとトレーニングを変えると。ただね、これ時間が短くても、かえって俺は時間が決まってる方が集中できるので、俺の場合はね、いいトレーニングができた経験が多いということで、日にトレーニングできる回数、時間が制限されてるからといってこうネガティブに考えるんじゃなくて、逆にこの自分の使える時間の時に爆発させるというかね、ワクワクしていけるでしょ。週2回だともう早くトレーニングするのが楽しみということで、その2日間を要するに有効に使うために、その行ってない時間でね、こうイメージトレーニングで、イメージトレーニングした後、今日はこれこうやってこうやってってもうイメージして、それでそのままジム行って、それをまあエクスキュートするということが俺はいいと思うね。ネガティブではなくてポジティブに、絶対可能だと、絶対できるということでやってください。